どうも、サヘです。選手たちの紹介特集。第10回は長澤和樹選手でございます。長澤選手ね、ドイツのケルンであったり、浦和だったり、名古屋だったり、大きなクラブでプレーしてきた経験豊かな選手でございまして、なんといっても思い返すのは2018年の天皇杯決勝ね、我々決勝に行った時に浦和レッズに負けたんだけども、あの時レッズのスタメンで出たのが長澤選手でございますよ。いや、いい選手だな、あの時やられたなっていう記憶がありますけれどもね、去年の天皇杯の名古屋戦、また天皇杯だけれどもね、仙台が名古屋に負けたんだけれども、PK でね、その時に一緒に戦って、その後仙台に移籍するということでね、なんか天皇杯に縁がありましてですね、それで長澤選手どういう選手かって言ったら、まあ中盤のまあセンターなんだけれども、攻撃的な選手、非常にポジショニングがうまい、テクニックも抜群、そして試合の運びね、本当にこうゲーム感、強弱をつける、ここで行くのか行かないのか、そういったところをね、非常にセンス抜群、頭がめちゃくちゃいい選手、長澤選手の活躍なくしてうちの昇格はないぞ、頼むぞ、バボス長澤選手、ベガルタバボス。